どうも、戦場カメラマン社長の出口智子です。今日は愛媛県宇和島市のコモテラスさんにやってきました。愛媛県松山市から車で2時間半ぐらいかかるすごいご飯島の先っちょまで来ています。まずはここコモテラスさん店内ですけどね、後ろのメーテル気になりますよね手書きで書いてあるんですけど、ここカフェにこうぐるーっとなってましてね、ちょっと今光の反射で見えづらいですけど、店内からはですね海がすごい見える綺麗なカフェスペースがあります。めちゃくちゃいい、すごい目の前綺麗な海が広がってます。どうですかこれ、こんな感じです。ここ宇和島の菰淵で高級魚スマの養殖をされているということで、ここコモテラスさんにお邪魔しました。これが今2キロ、2キロまだ実は成功6ヶ月。おお、そうです。なのに背の子が、どこが鱗なの？ここは硬いんですか？硬いです。鱗っていうか。あ、本当だ。カチカチ。でもこの辺はもう柔らかいの。はい。なんだろうこの感じ。なんて感触なんだろう。鱗がないんだ。そうです。ただ肌です。マジでこれはたん。ちバランス感覚がねない人なんですよね。一番大きいサイズなんですか？なるほど。これイケスに何匹いるんですか今？800。なんでものすごく少ない。今回このイケスだとこのぐらいのサイズだから。はい。1万匹？自由な、はい。それこだわりなんですか800にしとくっていうのは？あ、じゃあ研究中まだ全然試験段階。あ、そうなんですか。え、そこは何を研究所で餌とか。まず輪島で育つかどうか。あ、はい、そうなんだ。めっちゃ入れる。企業組合コモネットで加工と販売の担当をしている高見です。こっちから、はい。おできました。次に腹骨取っていく。へえ。で、うちの場合は、はい、本当はもうこうスーッと取っていくんですけど、ここも焼いて食べてもらいたいので、へ、途中まで行ったらスパッと綺麗に
こんな感じで。へえ。こっちも同じように。おー、綺麗です。できました。暑いかな。難しいよ、難しいですよ。太らすぎ食べる。ほんとだ、分厚い。すごいね。断面もすごい。断面すごい。醍醐味。どういきますか。こっち手前からいきますか。はい、はい、オッケー。いいですか。はい。まあ、油があるから皮は引きやすい。うーん。おー、あ、本当だ、白身に見えますね。ピンク色。これ油の白さ。へー、綺麗。終了、はい、これ諏訪の持った説明とか取りたいですけど、なんか顔出し NG ですか。あ、今日は諏訪を一尾に捌かせていただきました。はい、ポイント教えてください。はい、この諏訪なんですけど、本来深みの魚でマグロの仲間になるんですけど、この諏訪という魚はすごい、はい、油を持つので体に綺麗ピンク色に。全身がマグロの中トロのような脂の乗った魚に仕上がってます。仕上がってますね。特にどこですか。あ、ここら辺、ね、はい、ありがとうございます。これどうやって調理したら美味しいんですか。届いた人はどうしたら美味しいですか。そうです、刺身と刺身、たたき、握り寿司、握り寿司おすすめですか。はい、はい、じゃあご支援よろしくお願いします。